次いきます。山下先生、ありがとうございます。低音を吹くとき、息の向きを下向きにキープするのに役に立つアイデアをいくつかくださると嬉しいです。これはね、金管楽器のアンブシャーの超専門的な話です。金管楽器って、息が下向きに流れてる人と上向きに流れてる人のどっちかしか基本的にいないようなんですね。まっすぐ出てるっていう人っていないみたいなんですよ。で、下向きに流れてる人の方が多いんですけど、低い音になってくると、少しずつ息の向きがちょっとこう上に、少しだけ上を向くんですね。で、高い音ほどこういうより下向きで、音が低くなってくると、ちょっとこう息の向きが上向きになる、相対的になんですが、これがちょっとじゃ済まなくて、もう水平になったり逆転したりとかしやすいんですよ。それのことをおっしゃってるわけです。っていう、下向きにキープするのに、音質をよく聞きながら、焦らずゆっくり低音域をこう練習していくことですかね。まあ、基本的にはそれに尽きると思います。なんか月並みな答えですけれども。で、低音域って、金管楽器の高音域って、倍音が近くにあるので、ちょっとしたことで外れるんですね。だから音のツボがすごい小さいから、結果的にコントロールがこう、正確になってるんですよ。でも低音域は、に行けば行くほど、倍音と倍音の間が広くって、結構実は音のツボからずれてても、とりあえずその音は鳴るっていう状態が、増えていきます。しかもね、そこそこいい感じで鳴ってるように聞こえるような気もしたりするんですよ。だから、本当に、普通の中音域のこう反応の良さ、音の芯のある感じ、響いてるって、そういう性質を持ち込んでいけてるかどうかっていうことをチェックしながら吹くってことですね。で、なんかボソボソしたりとか、まあ、音そのものがなんか不安定になってる、芯がないような感じがしてたら、それに気づいた低音よりもうちょっと上の低音までを中音域からもう一回つないで、このギャップを少しずつ埋めるような、そんな意識でやるといいかなと思います。もちろん口の使い方とかでもいろいろアプローチあるんですけど、一番一般論として言えるのは、今思いついた限りではそんな感じでした。